オディッシーダンスでよく使われるスンダリという首の動きを練習してみましょう。基本の姿勢を思い出して、背筋はまっすぐ空へ伸びていくのを感じ、顔はずっと正面を向いた状態で行います。1、2、3、4、5、6、7、and 8。難しくて動かせなかった方は、両手を頭の上に上げて、手のひらを合わせ、右耳は右肘へ、左耳は左肘へ近づけるように動かします。3、4、5、6、7、8。最初はこのように顔も左右に多少向いてしまったりするかもしれませんが、根気よく毎日1週間も練習すれば、必ず誰でもこのようにスムーズに動かせるようになります。それでは一緒にやってみましょう。5、6、7、start and 1。2、3、4、5、6、7、8。faster。1、2、3、4、5、6、7。8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faster, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fast, 1, 2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 , 1,